やちょっと、いいですか。何ですか。俺クソ切れてることがあるんですよ。あ、来た。怒っている。また俺は怒っていることがあるよ。そうなの。怒っている。はい。俺はバチクソに切れてる。バチクソ。バチクソ。配信者たるもの、はい、やっぱり流行には、はい、敏感でいないと、はい、いけないと、はいはい、いうことで、いろんな配信者が、まあ、ツイキャス、YouTube、まあ、Twitch、まあ、いろんな配信サイトでですね、そのゲームしかやってなかった。伝説のゲームがあるんですよ。はい。皆さん、スイカゲームってご存知ですか？馬さんもスイカゲームご存知ですよね？そうですね、まあ、すぐ私辞めちゃったんで、あんま記憶ないですけど、確かに。あの、クソマネージャーがマジで本当に、俺が3000点目指して頑張って、で、編集する時間も削ってスイカゲーム、睡眠する時間も削ってスイカゲーム、配信やった時も12時間くらい配信してスイカゲームやってたんだ。3000点超えれなくて、ギャンギャン泣いてたのに。この人、特典会の合間にちょっとスイカゲームやってみてくださいよって言ったら、すぐに3000点取りやがって。俺にも怒っているよ。なるほど。本当に。すいません。もう、あのフルーツにどれだけ俺は苦しめられたか。はいはいはい、はい。で、俺は、この、もう、一生あのゲームはやらないと、うん。もう俺はスイッチを封印したわけです。うんうん、ただ、やっぱりこの、恨みっちゅうのは、心の中に残り続けるもんで、うんうんうん、どうにかして、あのスイカゲーム注文を、ぶっ潰してやりてえと、うんうん、俺は思ってるわけです。ただ、やっぱり任天堂が出してるゲームですから、会社を潰すわけにはいかないと。さすがに潰せない。さすがに潰せない。俺の権力で。まだ足りない。まだ足りない。まだ力が欲しい。なので、任天堂を潰すことはできないけれども、疑似的にスイカ、疑似的にスイカゲームを潰すことはできるんじゃないかと。ほう。いうことで、本日の企画、はい、スイカゲームに出てくる果物を全部ミキサーに混ぜて飲んでみたーなんかよくわかんねえ箱に果物たちがポイ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 入れられてるわけじゃないですか、はいはいはい、あれ何のために入れられてんのって話じゃないですか。何のためにあのちっちゃい果物からでっかい果物にしてスイカにして、はい、で、あの容器から溢れたら何なんだって話なんです。あの容器、はい、絶対にミキサーでしょみんな一回は絶対思ったはず。イライラしてあのスイカゲームに出てくる果物で混ぜて飲んじまうぞと思ったこと一回でも多分あるはずなの。なので今回は皆さんの夢を叶える企画になっております。今からですねミキサーをここに用意します。ミキサーを用意させていただきまして、そのスイカゲームに出てくる果物たちを今からそのミキサーにぶっ込みます、うん、でそのぶっ込んだものをミキサーにかけて俺がそれを全部飲み干してスイカゲームに勝利するという企画になっております。だからもう実質3000点以上を叩き出す男になるわけですね。はい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 、ちょっとよくわかんないですけどえ、だってほらイチゴも入ってるし、はい、まあエテゴボも入ってるし、はい、まあ、それこそメロンも入ります、うん、で、スイカも入りますと、はい、もうそんなもうぐちゃぐちゃにしてギャーギャーってやって、もう一回もギャーってやってギャーってやったら、はい、3000点超えるでしょ。超えます。あー、よし、ありがとう、はい、まずはレチゴをしてここに全て置いてみましょう。はい、それでは本日の企画やっていきましょう。レチゴさあ、ということで準備していただきましたけれども、まず1個いいか、まず1個いいか、いや、わかるわかる、これ、もうメインこいつ、お大変でしたね、立派です。マジでこの季節にスイカ、マジでよくやったよくやったこの季節のスイカはマジですごい。ありがとうございます。冬でもスイカありました。ありがとうございます。そしてこれですね、うん、栃アイカ、あ、これちゃんと栃木のイチゴなんですよ。うんうん、うん、ありがとうございます。これもう、はい、あの地元愛、ありがとうございます。ありがとうございます。もうしっかり形としてね残ってますけれども、はい、他ですよあれちょっと他ですよ。はい、こういうのってこういうのがあるんちゃうんなんだかこんなあの やりやすいねそのイチゴぐらいで、うん、もう諦めましただって全部がそのままあるわけじゃないよ。あるやんこれ、ね、であともう一個ね、もう一個ねデコポンじゃなくてみかんなのみかん、諦めた代用品まあしゃあないしゃあないデコポンなんてなかなか売ってないからでもありがとうございます、すごい教えていただいて、どんどん今からですねこいつらを殺していきます
殺していく。もう、はい、憎きフルーツたちを、はい、今から、はい、ズタズタにしていきたいと。で、このね、ミキサーも優秀ですよ。優秀。これミックスジュースを作ってくれっちゅうミキサーを用意してくださってありがとうございます。これね、ミックスジュースを作るためのそう、ここにこう入れて、で、こっから飲めるっていう開け方が、ほらこっから飲めるっていうね。もう今日ミキサーの紹介どうかな案件じゃないですよじゃあまずちょっとスイカゲームっぽくやっていこう。じゃあいくよ。まずは最初はだいたいこいつからスタートなのよ。はい。これメロンソーダとかに入れるやつじゃないこれさ、まあそのままいけるよね。まずチェリーですわ。これこうテリテテリテリテテリおっよテレテテテテテテ。これで今チェリーが2つつながりました。見ましたか。つながりましたね。チェリーが今2つつながってます。見てください。チェリーが2つつながったということは進化するんですよ。これもう下手こと言っちゃうの。テレテテ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 。大丈夫この動画なんか俺不安になってきたよ大丈夫だよね。わかんないですね。もう大丈夫。行ったり行ったりだろ。バーンって行って。あでも繋がってない。ダメ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 。繋げろ。オッケー、繋がった。いちごといちごが繋がったら、次は、デコポンか。みかんだけど。ぶどうじゃない。ブディか。あ、ブディだ、ブディ。マスカット入ってんな。入ってない。見えない。はい、ブディも入れちゃって。で、これも、アゲさん今歌わずに。テレッテテレッテテテテポポ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 ポみかんぬは今旬だよ。今旬だよ、やばい。今旬だよ。もうちょっとお正月だからね。今美味しいよ。愛媛県産らしいっすわ。お愛媛出身じゃなかったっしたっけ。そうですね。そうですね。そうですよね。今あれですよ。僕の故郷と馬さんの故郷が合わさってますよ。おお。運命ですわこれは。来た。適当だな。なんか俺ら今日一段と適当に喋ってる気がするわ。大丈夫かな。影さんそうやってみかん。違う、こんなはずじゃなかったの。これ皮の向き方相当きますよ。こんなボロボロになると俺も思ってなかったよ。トゥルトゥトゥルトゥ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 。一個丸々なんだよ。みかんが繋がった。はい。みかん繋がったら次何なんだいと。カキンヌよ、カキンヌ。カキンヌ。これカキンヌいっちゃうのよ。カキンヌも今旬ですよ。うん。旬終わったか。大丈夫。まだギリ、秋。いける。まだギリ秋で、レッテテレッテテ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 メロ。あんま覚えてない。で、カキンヌ繋がった。カキンヌ繋がったら次はリヌゴ。おリヌゴリヌゴ。それはやっぱやり込んだの覚えてますね。よく煽ってんなお前煽ってんな発音が違うんだよこっちは。発音が違うんだ。本気ですからね。そうだよ。テレッテテレッテテテレッ。キョッキョッキョッキョ。リンゴ入れた。リンゴ入れた。梨顔可愛いんですよね。梨の顔が一番好き。これね、一回梨入れますよ。はい。梨入れた。うん。繋がった。梨の次は？俺柿だと思って入れたのメロンだった。おい。わかりづれえだろこれは。柿とメロン。嘘。ほぼ一緒だろこれ。うわ。おかしいだろ。まあ逆だったとしても入れる量は一緒。柿は1個でいいでしょう、うん、でかいし。ほんで次がメロン。メロンの前に桃。2つ工程飛ばしてる。オッケー。気づけたっていうのがいいですね。オッケー。気づき。オッケー。桃も1個でいいでしょう。ベース的にまずい。パイナップル。お、来ましたね。メロンの前にパイナップル。パイナップル3つ飛ばしてた俺。じゃあ俺パイナップルアレルギー。嘘それダメじゃない。
ここは痒くなるだけなの。じゃあ一旦これさ、待ってほら、やっぱスイカゲームなんだよ、うん、やっぱスイカ入れるのってむずいんだ。確かに。どう入れんだよこれ。どうするよ。やばい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 、こんな一旦これでかき混ぜてみますか。そうしましょう。これあれですよ、皆さんが望んでいた瞬間が今見れるわけですから。まいやまいや、みんなが望んでた。そうですそうですそうです。もう見たくても見たくても見れなかったあの光景が見れるわけです。いきますよ。3、2、1。このチェリーたちが邪魔してスイカにならないんだから、ふざけるなよ。こーちゃん、おらー。一瞬だな。おまずこのチビたちクリアね。じゃあ次ブドウの上はみかん、みデコポンヌ、デコポンヌね。デコポンヌはちょっと多めに入れちゃう。なんで美味しく飲もうとしてません今。俺はね、みかん好きなんだ。うん、みかんといちご好きなんだ。なるほど。うん、おおおおおお、これ、さくらんぼの種がすごいことになってる。オーケー、見た目汚くねえか。いや、それはまあ、もうスイカゲーム。まあまあ、スイカゲーム、そう。だからもうね、やっぱ、いかに汚ねえゲームかって。次だ。デコポンヌの次が柿。柿。よし。箸用意してもらってるのに手で行くあたりね。お最悪。それ最近買った服じゃないですか、スイカゲーム。あああああああ、白いところに。でもこれも味、思い出、スイカゲームの。そう、俺の時代に刻まれた。これでまた一つ恨みが増えました。サッカー恨みだな。言うぜ。オーケーオーケー、よし。柿の次がリンゴです。リンゴ。リンゴ、オッケー。すごい、匂いはね、イチゴが強い。へぇ、びっくり。いきますよ。はい、リンゴいった。いまいましいリンゴが今消えました。消えましたか。次が、梨やね。梨、梨を入れて、はい、今からなかったことにならないかな。うわね、今の梨で梨だけ。使うからな、絶対。絶対使うからな。ほら、結構ね、重みが出てきましたよ。梨の次がモンモンヌ。モモモンヌ、もう一個入れてもいいんじゃないか。入れてますね。うん、モモ作るまでが難しいんですよ。モモより前は全然なんか余裕で作れるんですけど、こっからはちょっとありがたみを感じてくるフルーツになりますね。何をやってるんだろうってちょっと今割に返ってしまった。いやでも今近づいてきてます。近づいてきてるよ、スイカに。そうよ、モモンヌの次がパインヌ。パイン、パインヌ、パインヌ味強いからもう一個いっちゃおうか。ここまで来たらもうちょっとアドレナリン出てきますね。いやそうだね。ああ、もうスイカになるぞってくらいの、もうスイカルートだって思うくらいの。シャーロー、こっからありがたみ倍増。感謝に行き着こうとしてますね、アゲイさんの最初に。感謝はするんです、ここら辺は。なるほど。憎いな、こいつら。ちっちゃいの。はい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 。間にこうなんか、なんか手つなごうとしてんのに、間こういう風にこうかき分けてくるガキみたいな。はいはい。今の大丈夫？大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？間でかき分けるガキ。大丈夫か？次メロンヌね。はい。あれ？ついにスイカに到達？到達。ついに全てのフルーツたちがここに入って
出来上がるのはこいつです。誰もがこいつの姿を見たくてあのゲームやってるんですよ。だからこいつを今からスイカ割りとかしたいんですけど、賃貸なもんで包丁でスパリとこう入れたいんですけれども、包丁でスパリと、包丁でスパリといきましょう。スパリといきましょう。はい、冬のスイカ貴重ですよ。どうしたらいいんだこれ、わかんねえ。こうか。え、スイカを包丁で切ることなさすぎて怖え。確かに。行くぜ。行きましょう。いかがでしょう、包丁の使い方良くないなどコメントお待ちしております。指示中の皆さんよろしくお願いします。オープンザブラー、おー立派なスイカ、うまそう、めちゃめちゃうまそう。え、やばいなこれ。いろんなフルーツたちを見てきたじゃないですか、はい、こいつが一番立派だから、とりあえずスイカゲームって名前つくよなって今思ってる。シリチューの皆さん、そう、始まりました、始まりましたよ、お待ちかねタイム。はい、危ない包丁の入れ方してます。はい、危ない包丁の入れ方出したよーと。もう一回切るからね。はい、危ない、あー手本当に危なくない、危ないんだー。 OK、 はい、回収。これが見たくてみんなこの動画ここまで見てるんでしょ。お兄さん、これしかもダブル正解いけんじゃないですか。3000点の音が違うね。俺はこいつ1個作るのに必死だったんだけど、見てる世界が違うね。その半分に切ったらもうダブルスイカ。確かに。あーあー、きたきた。まず1個目、これで3000点、これで、はい、入らない。皮落としに行く。なるほど、おい、来た、はい、これもうトータルの、なんか、7000点こいつが混ざりゃ、俺スイカゲームをクリアしたことになる。いくぞ、俺はスイカゲームの王になる。ちょっと待って、混ざってるこれ。ああ、いってる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 。びっくりした、俺スイカが上でこうやって踊ってるだけかと思った。びっくりした。念のためにな。いや、感慨深いですね。いや、感慨深いですね。これで、ね、憎きスイカゲームが破壊できたと思ったら、圧巻ですね。圧巻。今、私、スイカゲームをクリアしました。ありがとうございます。皆さんが見たかった。情けないフルーツたちの姿がこちらになります。これを飲み干してクリアです。消さないと、やっぱりスイカゲームってフルーツたちがこう合わさって得点になるから、俺の体の中に入って初めて得点になる。今はここ得点の可能性です。可能性は感じる。今から得点にします、うん、いただきたいと思います。はい、それではスイカゲームに出てくるフルーツ全部混ぜたミックスジュース今から飲みたいと思います。それではいただきます。YouTuber なんて飲み干すとか言いながらこれ捨ててんでしょとか思ってるそこのあなた、アゲイン、そんなことはいたしません。今から早送りで全部飲んでるところをお見せしますので、どうぞご覧ください。スタート。あー、なんだ、何見てんだろう俺これ。全然減ってない。結構飲んでんだよ。
何の種